劇場版の公開から4ヶ月後の夜、都内のとある場所に監督の水島誠司が現れた。倉庫に思い出の、鋼の思い出の品を取りにやってまいりましたよ。このビルの一室から鋼のテレビシリーズと劇場版が誕生した。まあ倉庫兼会議室みたいな感じで、ボンズ C スタジオ会議室、まあ、汚いところですけど、テレビからずっと劇場に至るまで、まあ全部カットとかがまあここに収められてて、ちょっとグッズがあったりとかですね、頑張った結晶がここに、雑然と置かれてますね。本当に鋼グッズすごいですよね。でもね、そうですね、いっぱい出ましたね本当に。だって僕初めて見んのありますもんこれ見たことないっす。なんかボイスアイドルって書いてありますね。こう押すとなんか釘宮さんとかね、あのパクさんの声が、江戸とアルの声が聞けるってやつで、DVD とかプレミアついてるやつ、なんか言ってましたね。このね、あのアニプレックスの大山プロデューサーがですね、やっぱメタルじゃなきゃダメですよって言ってこの2巻目につけたこのカンカンがせんべい缶と言われてるんですね。これね、フルメタルなんかボックスとか言ってたんですけど、明らかにせんべい缶ですよ ね。35万枚もの原画や動画、さらにはポスターやグッズのあれこれが保管されているこの部屋は、水島監督と鋼の思い出が詰まった場所なのだ。あの、いい思い出も悪い思い出も全部、あるかなみたいな、そんなところです。この倉庫を漁りながら、水島監督は劇場版鋼の制作秘話を語った。水島監督の鋼島付き。劇場版鋼の企画が持ち上がったのは、まさにテレビシリーズ放送中の2004年3月。当時の重要資料があると監督が取り出したのは、あ、違う、こんなとこに結構ね、あちこち雑然と置かれてるんで、あ、そうです、100 立ち上げ時期に書かれた100ページに及ぶ脚本、実に3時間以上のボリュームがあったという。そこに込められたのは、脚本家相川翔の熱き思いだった。相川氏の方もとりあえず自分でも、あ、もう長いっていうのは分かってるんだけど、まず思いの丈を全てシナリオに込めるので、読んでもらってそこから考えようっていう話になってて、でとりあえず書き上げてみて、バンってプリントアウトしたら100枚ってみんな長いって水島監督は膨大なエピソードの3分の1以上を削る作業に長い時間を費やすことになる。まあ、シナリオの段階から削ったところでいうとですね、あのインチキ臭いおっさんが実はハヌッセンって言って、あの人も歴史上の人物だったんですけど、映画だとそこにもう直に、ヘスとヘスの部下がノアを、受け取りにやってくるっていうシーンになってるんですけど、実はそこにですね、シュタイナーという、これも実は歴史上の人物で本当にいる人物なんですけども、でこのシュタイナーって結構、このお話の中でも、前半相当そのお話をリードするキャラクターとして設定されてまして、この人がオーラが見えたりとか、ちょっとオカルト的なカラーが結構強い人で、江戸との関係性を考えると、フィリツ・ラングと割とキャラクターを共通できるなっていうのを見出してですね、ちょっと泣く泣くキャラクターを整理させてもらったりとか、あとはそうですね、これはあれですね、マスタングとインリーがヒューズのお墓の前で会っているところですね。この頃の脚本にはウィンリーとマスタングがヒューズの墓の前で過去のわだかまりを清算するというファンにはたまらないシーンが描かれていた。実際の劇場版ではお墓参りしたら例の地下都市にご案内します。あら、
エリシアちゃんたち来てたのかな。まあ、そのウィンリーとマスタングの決着っていうのを、まあ、ある種ここでも匂わそうみたいな感じのシーンだったんですけど、まあ、ちょっとなくてもいいかなって。その後まあ、本編の中で結局劇場本編の中でウィンリーとマスタングがこの後合わないんで、映画の流れの中だとなくてもいいのかなと思って、何がベストの選択なのか、水島監督は上映時間の制約と戦いながら自らの決断で脚本を仕上げていった。結局最終的な脚本の完成まで半年が費やされたのだ。そして脚本完成の後は、あ、これはあれですね、チェック前の、絵コンテですね。いわゆる素上がりというやつで、金子慎吾さんの、非常に綺麗な絵コンテですね。チェック前なんでカットナンバーが入ってないんですよ。奥にあれですね、これが多分決定コンテですね。額に大破って持ち主のハンコが押してありますね。まあ、これが絵コンテです。中身は、まあ、こんな感じで、絵があって動きがここまで置いてあって、何があってこう何が起きてるのかみたいなとがき書いてあって、で、まあ、セリフが書いてあって、カムさんにやっていただくのは58ページの、司令部っていうところが。公開まで8ヶ月という過密スケジュール、絶対にクオリティを落としたくないとある作戦で乗り切ることになった。それが絵コンテを6つのパートに分け、監督と5人の演出家で分担することにしたのだ。これだ、機械の体、まったく久しぶりだぜ。オープニングアバンとエドとノーアが出会うくだり、さらにエンディングの絵コンテを水島監督。サンバラへ。エッカルトが登場するくだり、 B パートの絵コンテを増井総一。そこを支配する者は世界を支配できると言われている。エド、フリッツラングとエドの絡みからロケットが飛び立つまでの C パートは金子慎吾。お前が運んできたらしいな。いきなり闇かよ。しっかりその眼帯似合わねえな。アメストリスにエドが戻ってくる B パートを安藤正弘。さらに服用機が門を抜けるシーンなど、デザインを含めアクション担当に荒牧真嗣。グラトニーとラースの超ド級のバトルシーンの演出を中村豊という計6人で分担。いずれもテレビシリーズからの演出陣、ハガレンを知り尽くした男たちだった。はい、パートでここからここまでって区切った方が、まあ、作業しやすいっていう、まあ、スケジュールのことも考えて、こういろいろ作業するためにスタッフを分けていく。あと、もともと僕はそんなに絵コンテ早い方じゃないので、一人で書くよりは複数で書いてまとめた方が、効率もいいだろうということですね。まあ、社長の方から一人でやるなと、言われてですね、まあ、僕の方で信頼できるスタッフを、絵コンテスタッフを集めてですね、さらに、書き手によっても分かれているという素敵なコンテ群が出来上がっているという感じですね。中でも特に大変だったのがこの下り。くそ、錬金術師め、お前たちがいなければ私たち物理学者が正しく国家を導いていったはずなのだ。あんな風にか。ウラニウムの採掘には危険が伴う。人を幸せにしない科学なんて科学じゃない。オープニングのアバンが長い。アバンはなんか最初ものすごい尺数になったってことを聞いたんですけど、はいはい、これがね、6分22秒なんですけど、最初に書いたアバンのこのペース10分あったんですよ。まあ、こんな長くてどうすんだよっていうふうに、まあ、もちろん言われてですね、僕自身長いと思ったんですけど、どうしようかな、自分じゃ切れないよこれ以上はみたいなことですね、南さんにぼやいていたらですね、有名な監督を連れてくるぞ総監督としてって脅されまして、
じゃあ頑張りますって言ってもう一回こうもう本当にこう なんかこう身を切る思いでですねいろいろ編集して短くしたのがこのアバンですよね。やればできるじゃんってあった時に言われましたけどね、はいってそんな感じでしたね。2004年12月都内録音スタジオで劇場版の最初の予告編特報のアフレコが行われた。錬金術透過効果の原則引き裂かれた俺たちの痛みは何を得るための代価だったのか。ダメ今ちょっとロレってなかったセリフの流れで出してる感じがするんでシーンの要するにバーンって出てくる感じ。うんうん怒んなよ。テレビシリーズ終了から3ヶ月、江戸役のパクさんと監督は久しぶりのご対面。そして完成したのがこの特報映像。何かを得るためには同等の代価が必要となる。錬金術透過交換の原則引き裂かれた俺たちの痛みは何を得るための代価だったのか。ここが俺たちの世界だ。劇場版鋼の錬金術師シャンバラを行く者。実はこの特報には制作スタッフのある策略が隠されていた。やっぱりストーリーを最初にオープンにしちゃうとつまんないじゃないですか。で結構そのパラレルワールドだったり、まあ、SF 的な要素も盛り込まれてますし、あの 現実にあってその史実を元にしたストーリーっていう部分も、ね、リンクしてるし、ストーリーっていうところもあんまり早めに出しちゃって情報を出しちゃうとみんながいらんこと考えてしまうだろうと。で裏切られたっていう子ももちろん出てくるだろうし、だからそのやっぱり相当そのこちら気をつけて見てくれる方がその期待できるような出し方をしなきゃいけないよねっていう話をしている中で、まあ、これも相川氏の方からだったらそのせっかく頭にね彼らが過去活躍していたであろうようなシチュエーションっていうのを作ってるんだからそこで一本横作っちゃえばいいじゃんって、みんなで騙すの騙すのみたいな、それはでも面白いよねって、まあ、7月の末から公開だったので夏まで待ってもらうためには見てくれる人を煽んないとねやっぱりいけないから、そこはじゃあちょっと作戦立ててやっていこうよっていうことで冒頭のアバンをじゃあでいかにもそのヒーローモン的な鋼の錬金術師の予告を最初にドンってやっちゃおうっていうんで、まあ、ああいうフィルムを作ったんですね。もちろんポスターあります。さらには懐かしいどっかから剥がしてきた跡が3種類のポスター。ここにも制作スタッフの策略があった。ですね、まあ、これが一番最初に作ったポスターで、テレビの最終回に劇場を決定って打った後に、小実験の劇場に貼ってもらうために作ったポスターですね。全然ストーリーとかがまだ明らかにできない時期のものなんで、いわゆるその時の江戸っていうのを、まあ、こうやって提示することでですね、どんな話作るのとまずこれで思わせようと。でその後に、まあ、いよいよその内容をある程度匂わせるポスターを作るっていう形で、まあ、この2枚目で、今まである程度鎧ででかかったのでいつも江戸の後ろにちょっと立つみたいなのが多かったんで、まあ、入れ替えてですね、まあ、過去の記憶をなくしたアルが育っているっていうその力強さみたいなものを表情に出して、二人の約束に世界が動くっていうのを、まあ、再会をするために、まあその門を開けてしまった時にその大きくその二つの世界のこう出来事として大きな出来事が絡んでいくみたいな。でこれで2人の物語であるって歌っといて、これがですね公開前の最後の本ポスターっていうやつで、ハリウッド的なちょっと仰々しさを出そうと、まあ、ここで、ね、1923年って11月ミュンヘン、そこは魔術と錬金術の戦争みたいな煽りを入れてみたりとか、もうちょっとこうバーンとこう大きく大作感を匂わすようなポスターを作ったと。劇場版の制作が続けられる中、年末には鋼フェスティバルも開催され、水島監督は超多忙な日々を過ごすことになる。
そんなに相当テンパってたんですかね。まあ人によって捉え方が違うのかな。僕自身は、年末ぐらいは全然テンパってなかったじゃないかなって。あのテンパってたとすれば、その劇場版のコンテを書かねばいけないのに、ハガレンのフェスがあったんですよ。実は劇場版からの現実逃避だったのかもしれないんですけど、割と深くそのハガレンのフェスの方にも、ね、参加する形になってたんで、まあ僕よりもそのプロデューサーの南さんとかはもうその打ち合わせ終わったらさっさと帰ってコンテを書けみたいなね感じでこうって睨んでたりとかしてましたね、それやってる最中。とは言いながら、なんかなかなかこう本格的に物が集まってなくて、逆に僕の方から大丈夫なのとかって言ってたよというような気がしますね。ね、親御さん、親御さん顔見せろよ。ちょっと僕が倉庫に来たんで、なんか鍵つけてやってきました、ね、年が明けて2005年2月最後のパートの絵コンテが出来上がった。なんと予定より2ヶ月遅れ。その原因は、シーバードの金子慎吾さんが一番かかったんですね。なんでかかったんですか。いや、わかんないです、遅いから。で、あの僕が、自分のコンテのパートが、まあ、アバンとエパートと例の途中からと、このエピローグというのは僕がコンテを書いたんですよ。まあ、もちろんこっちもチェック上で直してますけど、でこれ全部書き終わった時に、いやいや俺自分のパート書き終わりましたよ金子さんって言ったら、えっ嘘、もう書き終わったのって。嘘もうじゃなくて、あなたもう2月ですよっていう。そんな感じでしたね。で金子さんはまあ僕も、僕よりも劇場の場の経験が実はあったりとかしてるし、そのやっぱりセンスっていうのはすごい持ってる方なんで、もう基本やっぱり僕としては要するに対等な人だと思っているんで、まあ受け入れられることは受け入れてこうと。シーパート担当の金子さんは水島監督が最も刺激を受けた先輩演出家ゆえに、こんなエピソードの数々が。あとまあこれが、金子慎吾さんがあれですね、地下都市に至る、ラストあるのシーンで、まあお二人のキャラクターを、まあ、実際にカメラで映さないで、そのまあ行く道筋みたいなものを見せながら、その地下都市に至るっていうシチュエーションを作るっていうんで、で、まあ、絵コンテではワンカットでこうただガーッとなんかカメラが螺旋階段になってるのを俯瞰でこう降りていくっていうのがずーっといくようなカットを僕はコンテで描いてたんですけど、つまらないっていうんで、変えていいかいっていうから、よどうぞって言って、で彼がこんなことやりたいっていうんで書いてくれた絵コンテですね。金子さんが水島監督にダメ出し。この人が結構シナリオの内容にこう何て言うんですかね、なんか思うところがあってですね、僕に内緒で相川氏のところに話しに行ったりとかですね、話を聞きに行ったりとか、俺と話しててどうもだから僕が言ってることっていうのが自分的にどうも腑に落ちないから、じゃあ脚本を書いた相川氏はどうなんだってことを言ったらしいんですけど、自分の思うところの答えが得れずに監督と全く同じことを言われたって帰ってきたりとかですね、何しに行ったのみたいな。それは俺らが OK って言うんだから同じ答えにならないとおかしいもんねみたいな、そうなんだよねって言われて、まあ実際すごくいいコンテを上げてくれて、いい演出をしてくれたんで、ものすごい感謝してるんですけど、まあ圧倒的にねスケジュールに負担はかけるっていう悪癖もあるんですが、それをしてでもやっぱり一緒に仕事してもらうだけの価値はある人だなって思いましたけどね。こんな金子慎吾の話ばっかでいいのか。劇場版が初めてだった監督にとって、金子さんは最も信頼し尊敬できる存在だったという。なんとか絵コンテも出来上がり、それをもとにいよいよ作画作業へとなだれ込んだ。そうですね、一番最初の頃、そのアバンをやり始めた頃に、はいはい、結構その作画さんが悩んでて、で、まあ、結果的にものすごいいい絵を上げてくれたんですけどね、まあ、それがすごくこれがこのシーンカット44、このハスキソンが身をかがめて、まあ、上の腕のですね、まあ、ギミックバーンって発射して、まあ、それがエドに迫るっていう、回り込んで迫るっていう、これ作画的にすごいかっこいいカットなんですけどね、まあ、これとかはねやっぱそのすごい作画なんですよ。でこの辺で
並んでるっていうか、まあ、思いっきり上にありましたね。よかった、すぐ出てきて、ね、これの元になるですね原画っていうのがもうすごい綺麗、こういうのから形になるんですね。実際はこの腕のギミックってこのぐらいしかないものがこんなに伸びるわけがないということですね。相当作画さんがこれをどういうふうにそれを作画的にごまかすかっていうのをちょっと試行錯誤しながら上げていただいちゃったんですけど、これがあれですね、動画って言って伸びてるギミックとか本当にこんなに細かく描いたんですよね。いろいろちょっとパーツが分かれてますけど、ためがあって発射で、でバーンって腕が破れてビヨヨヨンってこう伸びる、あんまりこううまくめくれてないですけど。それでは監督一押しの動画をご覧ください。絵コンテ自体のだから情報ってこんなもんなんですよね。でもそのいろいろ設定面とかをこう合わせて実際に作画するときには相当緻密な作業を作画さんはしてくれてるんで、アニメーションっていうのはやっぱりそのそれだけのアニメーターがやっぱりいないとできない仕事なんで、まあそれのそのなんで高齢いい例っていう感じじゃないですかね。これがあれですね、イーパッチの原画でこうロイが走りながらこう、で気づいて、指パッチンいう感じですね。こんな感じで1個2個3、これ実際に映画で使われた、使われてますね。ロイが復活して最初にこう鎧兵に向かってパーンってやるところ、おお得意の指パッチン、女性ファンが喜ぶね。あとまあ最後 の、 あのノアが踊ってるシーンとかもこうノアがくるーってこう回ってですね、実際に映像になったやつを見ていただくとですね、ノアがステップをちゃんと踏んでるのが、リズムに乗ってステップを踏んでるのが分かるんですね。劇場版ハガレには監督のさらなるこだわりが、それは鎧兵など様々なシーンで使われた CG、 コンピューターグラフィックだ。全1400カットのうちおよそ200カットに CG が使われている。こういうのってやっぱこだわったっていうふうに言わなきゃいけないのか、実はこだわったというよりは楽しんだっていう方が正しいんじゃないかなと。まあ劇場は人材的にも 3D を使えそうだっていうんで、まあ最初はね、そのどういうところで使おうかっていうんで、いわゆるなんか箱庭を作って、その要するに空間を表現するために 3D を使おうみたいな話も出てたんですけど、まあ全体予算の中でどれぐらいのボリュームが CG が使えるかっていうのを出てきた段階で、まあ宮原くんっていう、まあ今回テクニカルディレクターをやってくれた彼と、まあみんなで相談してですね、まあ作画で描くにはちょっと大量に出てくる鎧は大変だから、まあ鎧はじゃあ 3D にしよう。でその代わり3D にありがちな、そのなんか分かりやすい動きになっちゃうとつまんないんで、アニメーターにキャラクターを動かしてもらうのと同じぐらいの密度の演技をさせることを念頭に置いた要求を始めたっていう感じだよね。あ、これ完成画面ですね。これただ歩ってるだけに見えるんですけど、意外とね違うやつとかいるんですよ。押され合ってこんなんなってたりとかこうしてるのとかいてですね、これどっかであれだよね、飛び入り食らってるやついるんだよね確かに。ことかは比較的動いてますね。ガーン。これとか回し蹴り。そうそう。回し蹴りでガーンって肘鉄で吹っ飛んでたりとか。後ろは。そう、後ろこう吹っ飛んでやられて吹っ飛んでるやつとか。そう、ドロップキックでやられたりとかですね。まあ例えば4秒っていう中で手前のキャラクターがこう動いてる間に奥でもその騒ぎが続いているっていう、まあその継続性っていうのをシーンで見せてほしいっていうオーダーで丸々ポコンって渡してるんで、そのカットをつなぐっていうところも含めて3D のアニメーターが考えて動かしてくれてるんです。なるほど、なるほど。
ちょっとこれ見てから決めようと思って、なので尺的には全部合ってます。2005年4月末、作画の編集作業が急ピッチで進められた。これ早いのはダンですね。リズムに合わせるんだったらこの辺でなんかなんとなく乗せていかないと多分合わなくなっちゃうと思うんですよ。同じ頃、動画に色がつけられ、次第に劇場版ハガレンの世界が作り出されていく。さらにハガレンといえば豪華アーティストによる主題歌のコラボ。鋼に限らず最近すごくいわゆるソニーミュージックさんがそのアニメーションの、ね、主題歌とかにも力を入れてくれてるおかげで、すごく力のあるアーティストの方と一緒にその、いわゆるコラボができるようになった。で、劇場の時にはぜひまたなんかやりたいですねみたいなことを事前に言っていただいたみたいなんですよ。で、そういうのもあったんで、じゃあ正式にラークさんにお願いしてみようって言ったら、ここよく引き受けてくれた上にですね、ハイドさんが作品の中身にちゃんとリンクする内容にしたいので、ぜひスタッフと会いたいっていう話になってですね、もう緊張しながらみんなこうプロデューサーとかのこうガン首揃えてですねラルクがレコーディングしてるスタジオまでこう行って、手に汗かきながらみんなで作品の説明をしてきたと、そんな思い出がありますね。だいたい映画だとどうしてもほら1曲エンディングで使うっていうのがほとんどなんですね。あと挿入歌って使い方もありますけれども、で最初はそのつもりで頼んでたんですが、上がってきた楽曲は2曲あってどちらかっていうふうに言われて、俺はできれば両方使いたいなみたいなことをですね言ったらですね、両方っていうのも聞いてみましょうかみたいな軽いノリで話が流れて、2曲どうぞって言っていただけて、でただその2曲使うにあたって今出してる曲の1曲はこちらとしてはそういうつもりで出してる曲じゃないから、じゃあもう1曲書きますって出しますって言っていただいて、また新たに曲出してもらって、それで今使ってる2曲になったっていう経緯とかもあってですね。で、2曲使えるんだったらじゃあどうするかっていうんで、オープニングつけようっていう、劇場なのにオープニングアニメがついてるのもそれはそれで面白いなっていう、公開まであと2ヶ月、水島監督は音楽収録に立ち会うため過密スケジュールを縫ってロシアへと飛んだ。録音はモスクワのオーケストラを使って行われた。裏の時ダーラーちょっとクレッシュのダーラー。音楽担当はテレビシリーズに引き続き大島みちる。最初の打ち合わせでなんかこうクラシックの音楽っていう話だったので、クラシック的な音楽で、ということだったんで、オーケストラがいいだろうっていうことで、それで私がオーケストラ、ロシアのオーケストラとはもう10年近く付き合いがあるので、一番大きなオーケストラではレコーディングも慣れてるしいいんじゃないかなっていうんで、すぐにもうじゃあロシア行きましょうと言いました。 M 全部で47ぐらいあるのかな、ね、でオーケストラで35曲ぐらい撮ってますから多い方ですね、多い方ですね。そして5月21日アフレコ、テレビシリーズのレギュラー陣の他に加藤和子さん、小栗旬さん、沢井美優さんを迎え豪華なキャストとなった。と、ここである事件が。私も台本、同じ、さすが秀樹さんだね、もう今日は。ちょっと待って、マジでも秒数チェックしてたもんね。江戸役のパクさん、自宅に台本を忘れてしまった。ああ、大丈夫でしょうか、ひと事とは思えません。台本持ってきて、チップ。エッカルト役の加藤さんはアニメ声優初挑戦。実はお子さんが大のハガレンファン。アニメの声をやらせていただくにあたりましては、その台本をゲットできれば子供が勉強頑張るっていうそのパーターでやったんですけど、私が一生懸命練習するのを見ながらみんなが手伝ってくれるんで、逆に勉強の邪魔してるって感じがして、勉強する時間がみんなが寝てから、もしくは寝ている間の早朝しかできなくて、
密かにやってたのですごい心配です。今日やっぱりアニメだからこそ伝えられる表現っていうのがすごくあって、あの難しいテーマをものすごく大きなところで捉えながら小さな子でも分かって私たち大人でもあそうかもって思わせてくれるところがあるんで奥が深いですよ。仕方ないさ、追われてるんだろ。アルフォンス・ハイデリヒ役の小栗旬さんはお兄さんのリオさんと兄弟で声優初挑戦。ならばなぜあの戦争が無意味だったのだというのだ。そうではない、政治的なことだったり飛行機についてだったりあのロケットについてだったりを語ってるところがあって、そういうところは言葉の量と口の動きとっていうのに合わせるっていうのっていうか、なんか、意外とこう口のパクを見てると結構早口だなっていうのが多くて、でそのあ撮った後にもう一回直させてもらったところもあったんですけど、あのロレっちゃうのが大変でしたね、なんかこうゾクゾクっときたのはあのマスタングがあの立ち上がるシーンですかね、アルフォンスに関しては話をしてたんですね。だからどこまで近づけるのか、だからどこまで違うキャラクターとして表現してもらうのかみたいなんで、あの別の人の方がいいのかなってやっぱり話が出てきて、で、まあ、どうせもうそのもし別の人でやるっていう形になるんなら、いわゆるその女性がずっとアルフォンスって演じてきてて、で、まあ、似たような声質の男性の声優さんとかではなくって、若手の、ね、俳優さんとかにした方が一層その変わってるっていう印象もつけられるし、まあ、その中でアニメのフィルムの中に入ってその岸田演技ができるぐらいで演技派の人だったらいいんじゃないかっていう話があって、小栗くんの方からもちょっと面白そうなんでぜひやらせてほしいっていう話をいただいて、僕もその小栗くんと会う前に小栗くんの作品とか見てったんですけど、ちょっと声が低いなって思ってて合うかなと思ったんですけど、ちょっとテストやって通してやってみたら、なんとなくハイデリヒにリンクする部分っていうのはきちっと出てきていて、で彼の解釈っていうのは非常によくって、でそれをバーンって演技で見せられた時に、あこれはもう絵をちょっと直そうと思って、まあなんていうんですかね、一緒にキャラクターがこう合致する瞬間、キャラクターが合致してこう映画で初めて表現しようとしているハイデリヒってキャラクターの完成形が見えた瞬間っていうのがあったりとかして、で加藤さんもすごいやっぱりものすごいなと思ったのは、のテイクを重ねるごとに違う演技を引き出してくるんですね。でそれが全く違うわけじゃないんですよ、すごく分かるんですよね。だから僕らが説明したそのエッカルトってキャラクターを加藤さんが演じるならばこれだけパターンがあるんだっていうのを見せてもらって、さすがだなと思って、やっぱ加藤さんすごい力のある女優さんだなと思ったんですけどね。後でなんかあの舞台挨拶の時にもう一回撮りたいって言われた時にえあれでいいのにって正直全然 OK なのにって、本人は気に入らないとか言って、もう一回映画を通してみたらまた違ったんで、もっとやりようがありますみたいなことで、もう一回やりたいみたいなこと言われて、すげえなって思いましたけどね。そんなことは分かっている。衣装に上がってる姿みたいだね。ところでこのアフレコ、一見普通のアフレコのように見える、実はここには何とも恐ろしい映像が映っていた。公開まであと2ヶ月を切っているというのに、ガイドの絵にほとんど色がついていない。実はこの時とんでもないことが起きていたのだ。6月の段階で使われていた原画データを見ながら、監督とスタッフはその恐ろしい事態の一部始終を語り始めた。まあ、12日間でどれほど進んだんだよ。14であと12日間でどうなるんだ。確かにまあそう劇的変化みたいな。はいですよこれ。もうなんだろうこれって感じ。これいつの段階ですか。これ14。6月14。6月14ってことは。あと12日です、ね、あの死者まで、いや死者まで行くと20日ぐらいはありますけど、ありますこれなんかさ、すごいなんかリアルに面白いね。なんか今見るともう出来上がっちゃってるから、こんな感じなんだ。え何、いやすごい、本当に完成したんだったよね。今感じるやばい。これだけ色がついてなかったってことは結構驚異的な出来事。
なんかね、僕はあんまりテンパらない方なので、主にそちらの制作デスクをなさっていた大藪さんがテンパられていて、この辺が多分いろんなスタッフに謝りに回ってた時期ですね。撮影とかに行って撮れねえよって言われるのを、そう撮りきれねえよ、撮りきれねえよって言われるのをちょっと皆さんにそこをなんとかって、そういろいろ板挟みになったりとかして非常に愉快な。さらに6月下旬、締め切り1週間前に行われたラッシュではなんと半分のシーンがやり直し。1週間で700コント撮らないといけないっていうリテイク。そうですよ、俺が出したリテイク。そうですよ、最後オールラッシュした後のリテイクは700あって、そう俺が出したっていうか、そう全体みんなで出した。そうですよ、みんなで出して700あって、そんなにあったんだっけ。あって、そうですよ、こんな熱いリテイク表だって。5割に近かった、近かったんだっけ。本当にそう、まあ、俺だけのせいじゃないだろそれは。俺だけのせいじゃないだろうと最後は開き直った水嶋監督。さらに監督に合わせて各々のスタッフも各パートのリテイクを進言、クオリティアップのため不眠不休の日々を過ごすことになったというわけで、最後はみんなこんな感じになってしまったという。なんかね、アニメはね、どっかにやっぱりなんかアニメの神様がいるのか、間に合うんだよね、不思議なことにね。いや、うん、間に合わせてるですよ。それは現場が間に合わせてるですって。で、それは俺の話人の力ですから、超常現象は起きてないですから。撮影は本当にリアルにもう3日とか泊まって撮って、こうすごい殺気抱きつつみたいなあれですからね。すごい、あ、完成してよかったよね。何その苦々しい顔で見てんの。もういいじゃん、過去のことなんで、出来上がったんだから。とにもかくにも劇場版鋼の錬金術師シャンバラを行く者は最高のスタッフたちの手によって完成したのである。初めての試写会の時、水嶋監督が最も気にしたのはそのスタッフのことだった。まあ一番最初にみんなでね見る時には、頑張ってくれたみんなと一緒に見るわけじゃないですか。だからもうものすごい肝を冷やした覚えがありますね。行きたくなかったぐらいな感じだったんで。まあただその何ですかね、周りで一緒に作ったスタッフも含めてよかったって言ってくれたんで、まあそれが大きな自信になって、それ以降は誰が見ても別にどうだっていう気分で、うん、入れるようになりましたね。あ、もう本当に一緒に作ってくれたスタッフに感謝してます。水嶋監督がハガレンの全てを語ったこの倉庫には、実はある運命が待ち受けていた。この倉庫自体が、はいはい、もう12月の下旬ですか。そうですね、そうにはもう整理されるという。あ、そうですね、これなんか大量にある紙はどこ行っちゃうのかなって、思うんですけど、まあね、僕もね、ここにあるあなたが必要なものは取り来なさいって言われて、まあ、今日も取り来た次第ですので、なんかまあそうですね、作品終わって僕自身ももう次の作品のために別のとこに移動したりとかするとですね、なんかもう居場所がないのが寂しいですよね。最後のここは居場所だったのかなみたいな、さようならっていう感じで、なんか寂しい気持ちの方が大きいですね。いやー、なんかね、やっぱり2年間って長かったんだなって。2年どころじゃないか、3年間鋼の錬金術師で本当に仕事させてもらってたんで、それはもうなんだろうな、すごくいい経験でしたね。楽しかったですし、いろんなものが見れて、でしかも自分自身初めて劇場作品の監督させてもらえたし、その出来も本当にすごく僕自身満足しているんで、もうこれでもうなんかあれですね、このままいなくなってもいいぐらい。テレビシリーズから劇場版まで足掛け3年の月日が流れた。スタッフもキャストもすでに新たな現場に旅立っている。エドとアルの兄弟の物語を多くの人々の胸に刻んで、ハガレン倉庫も静かにその役目を終わらせた。